はい、どうも翔平 TV です。よろしくお願いします。年内最後の試合動画です。本日は大宮でですね、ルーニーズさんというチームさんと大会試合を行いました。ラガーズ対ルーニーズさんです。バッターはね、翔平 TV です。本日はね、助っ人でね、翔平のヒロトと、リントをね、召喚して試合に挑んでおります。ちなみに両平はですね、仕事でお休みということでいないんですけども、ちなみに2022年からヒロトがね、このラガーズに入団するということで、翔平、良平、ヒロトとこの3人のね、YouTuber がね、ラガーズに所属することになります。ぜひとも富士見の市で活動しています。ラガーズと試合をしましょう。よろしくお願いします。そして翔平 TV 打席ですね。はい、追い込まれましてね、ちょっとピンチです。はい、素晴らしい。若いね、若い選手で本当にね、キビキビ動いてらっしゃって、もう僕には無理でしたね。はい、これね、はい、甘い変化球をすくい上げてレフトオーバーということでね、はい、まあ、最初にね、2球ストライクをね、空振りしたんですけど、はい、変化球狙いだったんでね、はい、ツーベースです。そしてラガーズ初参戦のヒロト、さあランナー1・3塁です。三塁ランナーは翔平。さあ、ヒロト打つか、一発出るか。ピッチャー投げました。まさかね、セーフティースクイズ、俺はね、マジかよみたいな、セーフティースクイズ無理やろみたいな、打ってくれ打ってくれと思いながら言いましたね。そしてはい、これで一塁ランナーが盗塁をして二、三塁ですね。はい、ワンアウトランナー2・3塁です。さあ、チャンスでございます。さあ、ヒロト打てるか。打ったらかっこいいぞ。はい、これ、はい、これ、はい、まさかのね、3塁の後ろを抜けまして、はい、タイムリーヒットです。ナイスバッチン。びっくりした、これは。そしてね、はい、お次ですね、チェンジになりまして、この日キャッチャーがいなくて、キャッチャーヒロトということでね、やってもらってました。はい、助っ人ね、キャッチャーっていうのね、本当ですね。でも本当にいいキャッチャー、なんか貫禄ありました。はい、高校時代はずっとね、外野手ということで、草野球では内野やってますけど、キャッチャー見たことなかったんで、はい、ナイスブロッキングだし、はい、素晴らしかった。来年期待ですね。そして翔平2打席目ですね。はい、これね、まさかのね、ピッチャーゴロね、そう、ちょっと狙いすぎましたね。はい、そしてこの回からリントがマウンドに上がります。リントとヒロトで翔平ズバッテリーですね。はい、素晴らしい。もう3人でね、大宮まで行きました。ナイスボールです。リントもね、高校時代は、キャッチャーとファーストだったんでね、ピッチャーはそんな経験ないと思うんで、まあ、まだまだね、ピッチャーとしてのピッチングフォームだったり、体の使い方は全然なんですけど、まあ、普通にいいボール投げてました。なんで、まあ、今後ね、しっかりこうフォームとかいろいろこううまーく勉強していけば、もっといいボール投げると思います。もうあっという間にツーアウトですよ。はい、これね、サードゴロ抑えて、はい、まさかのリントが三者凡退に抑えます。素晴らしい。そしてバッターがヒロトですね。はい、こちらサードゴロ、サードの動きがすごくね、機敏で素晴らしかったですね。はい、で変わりましてピッチャーリント、はい、またサードゴロ、さあまたサードゴロで抑えます。素晴らしい。 いいボール投げますよ、本当に。変化球ですよね、変化球。これはレフトフライかと思った、レフトがわーってこう万歳しまして、これはまさかの事態ですね。はい、セカンドアウトもできず、ランナー二塁です。はい、お次ね、これまさかのね、ヒロトさんやってしまいました。パスボールですね、これダメですね。下から上ですね、何でも下から上。はい、これショートゴロ、ショートゴロ、ショート松井が抑えて、そこからはね、走られたんですけどね、僕の肩はダメでした。はい、やられました。
もうちょっとね、三塁ランナーがね、ホーム側にいなかったらよかったですけどね、出てましたからね。さあ、なんとか抑えましたという感じです。そして、ツーアウトランナー1、2塁の場面ですね。バッターは翔平でね、チャンスでございます。さあ、ランナー1、2塁なんでね、確かこれ負けてたか勝ってたかもうギリギリな感じだったんで、1本出たらね、余裕出るんですけどね。はい、初球積極的にスイングをしています。まあ、積極性はすごく大事なんで、追い込まれてから振るのはちょっと難しいんでね、ヒットを打つ確率が悪いんでね。はい、ここサードゴロ、キュルキュルボールで送球ミスを誘い、セーフ、ランナーも帰りまして、はい、1点入りましたね。そしてチャンスで打席にはリントが入りますよ。初打席です。さあ、翔平ですね、もう何回も彼はね MVP 取ってますんで期待です。さあ、どんな、はい、これまさかのね、初球から振っちゃうっていう、サードゴロでアウトになっちゃいまして終了となります。そしてリンとヒロトはバッテリー3イニング目ですね。素晴らしいよ、3イニングも投げれるなんてびっくり、若いですね、やっぱ。はい、これ盗塁セーフですね。まあ、ヒルトもいいボール投げてました。はい、さあ、リント頑張れるか。はい、これね、上にね、ネットがありまして、ネット当たってインフィールド入るともうアウトっていう設定だったんでね、これでアウトになりました。今年最後の試合、これで終わりました。とてもいい試合でした。ルーニーズさん、ありがとうございました。ヒロとリントもありがとうございました。来年もラガーズ、ショーヘイズ、ショーヘイ TV よろしくお願いします。それではありがとうございました。動画概要欄にあります。チェックよろしく。チャンネル登録1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。2万人3万人4万人と頑張っていきますので、これからもよろしくお願いします。チャンネル登録は必須でお願いします。